バキのジャックハンマーは薬を過剰摂取し、苛烈なトレーニングを重ね、強靭な肉体を持っている。そのトレーニングは常にオーバーワークなので、筋肉がしぼみ、ジャックの肉体はかつて貧弱だった。しかしジャックには狂気的な上昇志向があり、ナイフで切られてもトレーニングを止めなかった。ある時、ジャックは博士の薬によって驚異的な筋力を得てしまった。そしてジャックは勝利を重ねるごとに異常なドーピングと過酷な訓練を重ねるようになる。そんなジャックを嘆き、博士は拳銃で亡くなってしまった。